モーリーさんちへようこそ。おいおいおい。おいおいおい。ロッテのコラボは一体いつになったら終わるんだよ。この前さ、なんだっけ、どこのファミマか。うん。ね、もうこれで終わりだよな。三大コンビに出たからねって話をしたと思うんだよ。まだ終わんないの。ちょっと、びっくりなんですけど。びっくりしたよ。でも今回さ、うん、スーパーとかかな、うん、確か対象は、うん、おめでとうございます、はい、あなたの大好きな、はい、アイスですよ。アイスですよ。しかもいつかの多分ローソンかな、最初の時の動画だったかな、ロッテコラボの、うん、浅井ちゃんのおすすめのアイスって話をしたと思うんだよね。そう、セブンの時のこのモモンガのシールの紹介の時に、うん、モモンガが持ってるこのアイス、実はあの我々がよく食べるアイスで、特にもう浅井ちゃんが本当に大好きなんですって話をしたと思います。こちらの景品よりもアイスのことに熱量高く語ってた動画。そう、しかもちゃんとその時ストックもあって、浅井ちゃんはこのアイス食べながら俺が紹介をするっていう動画をね上げたんですけども、うん、なんとよ、このアイスが対象になったコラボですよ。このシール伏線だったのか。今回は対象のアイス、うん、1箱で、マグネット1つ、うん、もしくはバラのアイス3つで1つ、うん、で今回マグネットが2種類もらえるっていうことで、うん、まあ、当然ねアイス好きの私たちとしては、まあ、いつも買ってるアイスなので。そうです、もうなんかねいつも通り買ってきたっていう感じで。そうです、そうです。まあとりあえずじゃあね、アイスをまた食べながら、うん、紹介していこっか、うん、じゃあじゃあアイス持ってきてください。ビューン。はい、持ってきてくれましたね。イオンで今回ね買ったんだけど、うん、このバラのアイスはいつも行くイオンで売ってるんだけど、はいはい、この箱のねちょっと一回り、うん、このアイスバラより一回り小さいアイスが入ってるんだけど、この箱ね最寄りのイオンでねちょっと憤りを感じるんだけど売ってないんですよ、はいはい、普段でも今回このキャンペーンに合わせてねこのアイス箱で出てたんですよ。お、前なんかコメントしてくれた方でね、この私がこのアイスの語った動画を見てこのアイス探してるけどないって言ってる方いたんですけど、このキャンペーンに合わせて入荷してるかもしれないので、もう一回よかったら見に行ってください。あるかもしれない。動画見てみますね、気づいてると思いますけどね、うん、浅井さんの熱量すごいでしょ。アイスの時のアイスはねもうねちっちゃい頃からずーっと食べ続けてるもの、お米と一緒で。だってなんか出会った頃に言ってたけどさ、朝ごはんに普通にアイス食べるみたいなこと言ってたよね、うん、で3食アイスでもいいとか言ってたよね、うん、僕はもしアイス食べない、まあ別にまあ人並みぐらいには食べるとは思うけど、そんなになんかあアイス食いてって思うこと人生そんななかったんですけど、うん、浅井ちゃんと出会ってからアイス食うようになったね。うん、そうだね。うん、でもまあさすがに体にもそこまでいいものではないと分かっているから、朝アイスは最近しなくなった。1日1アイスも必ず昔はしてたんだけど、最近は1日1アイスも我慢してる。1週間に1個か2個、今週は食べてなかった、これのために。だそうです。ちょっとねこれが対象のアイス、まあ、他にもう一種類あったのかな。そう、アイスなんかパルムみたいな、ガーナのパルムみたいな形のアイス。なるほどね。チョココーティング、それ食べたことないんだけど、そう、それとこれが、これが私の行ったイオンではなんかこうコーナーになってた、もらえますよ。毛利さん家の動画を見てる皆さんはもうこのアイスを買ってください。これです。浅井ちゃん激推しアイス。はい。はい、もうこれです。浅井ちゃんがさ動画でこれを紹介したからさ。まあ、実質モーリさんちとロッテのコラボで言ってもほぼ過言ではないはず。過去過言。怒られちゃう。まあ、ちょっとねアイスの紹介の方が長くなりそうなので、うん、トシさんじゃあちょっと今さすがにこれ今全部食べないよね。うん、あそうだ、箱のやつで食べようか。箱はねちょっと一回り小さいこういう感じになってる。そうだね。はい、でこれはまあちょっとあれなんだけど、こっちのアイスの食べ方があってね、ここにね開け口が2個あるんですよ。なんて優しい、お好みに合わせて好きな方から食べられる。なるほど。チョコ側から食べたい人はチョコ側の口を開けてね
クッキー側から食べたい人はクッキー側の口から開けてね。本当知らない人いると思うのよ。本当だか、俺も知らなかったわ、食ってたのに。本当ダメだねねえ、まあ私はチョコ側よりクッキー側が好きだから、で最後に好きなの取っとくタイプだから、チョコ側を開けてこうやって食べます。なるほど。しかもね、開けたらこう一周こう取れるようにこう日本の技術がこうね詰まったアイスとなってますので、皆さん開け方にも注意しながらお召し上がりください。すごい。はい、こっちのアイスはねこう普通なんだけどねはい、食べる？ありがとう、食べます。じゃあしまってくるわ。お願いします。YouTube の中に数々のさ、ちいかわのグッズを紹介してるチャンネルはたくさんあるわけじゃないですか、うん、こんなにもね、このコラボの方の食べ物を紹介してるチャンネルは多分うちだけだと思う。確かに、うん、唯一無二だと思う逆にね、逆にね。じゃあちょっと食べましょうか。とりあえず一口食べようかな。正直言うとチョコ大好き、うん、でもチョココーティングのアイスってそこまで好まないんだよね、うん、でもこれはね、なんかこのクッキーのために食べてるって感じかな。うん、おいしいね、おいしいね。アーモンドはね、香ばしくて美味しいね。うん、なんかうまいね。うん、いい側がサクサクではない、全くね。そうだね、しっとりアイスだね。うん、すごいしっとりしてて、アメリカンクッキーっていうのかな、このバタークッキーがもう本当にしっとりで、本当にバターで本当に美味しい確かに近くかび、俺のにゃ近くかびなんすよ俺にゃこんな顔してるけどね、めっちゃ美味しいと思いながら食べてるからね。ただ近くかびなんすよ、うん、美味しい。すごい、もうこのアイスの紹介で1本作れちゃいそうな勢い。じゃちょっと食べながらね、あの紹介していこうかなと思います、うん、ということで、さっき言ったように2種類今回出てます。じゃまず1つ目ですね。ババンババン、はーい、こちらですね。これあのそれぞれこう切り取れるようになってるので、外しても使えるし、まあ、このまんまでもね、せっかくだから飾っとける、うん、あのオリジナルのマグネットシートになっております。やっぱね、今回アイスってことで、みんな今までチョコのお菓子を持ってたのがアイスに持ち替わってますね、うんうん、我々が今食べてるアイスはちいかわちゃんとうさぎさんとラッコ先生も持ってますね。切り取れないよね、これ。いや、これこのままだな。うん、こっから出せないわ、俺、うん。しかもさ、切り取るとイラストがちょっと切れちゃう。ああ、そうだね。うん、もう一種類がこちらですね。こっちには、さっき映ってなかったモモンガとカニちゃんがいますね。うん、モモンガ、あのセブンの時のシールと一緒で持ってますね。うんうん、いやー、いいですね。この2種類がアイスを買うともらえるマグネットになります、うんうん、赤とピンクだね。こっちが赤で、こっちがちょっとサーモンピンクみたいな感じになってて、2個並べると可愛いね。可愛い。皆さんどっちがタイプですか？売り場ではね、こっちの赤い方がね、うん、数が少なくなってた。ハート型だからかな、うん、かな。こっちの方が人気だった。なるほどね、うん、でもこっちの方がさ、カニちゃんがさ、うん、一つのあれになってる。一つのあれになってるね、うん、そう、今までの過去のロッテの動画でも何度か言ってるけど、今回カニちゃんだけ単体のグッズっていうのがないんだよね、クリアファイルもシールも、うんうん、で、こうやってね、これだと外せるから、うん、カニちゃん単体としても使えるっていうのが確かにメリットかもしれない、うん、確かにね、僕も好み的に言ったらハート好きだからな、ハート可愛いからうんうん、でもモモンガのこれ好きなんだよな、はい、このアイスの食べ方ね、うん、うん、もうね、うさぎさんはアイス2個持ち、確かにさすがだね。なんて幸せなんでしょうか。欲張りだね。あさえちゃんも本来こうしたいの、うん、こうしたいよ。あー、クッキーに到達。なんか要望を出せるのであれば、うん、期間限定とかでもいいから、クッキー部分とチョコ部分をの割合を逆転させたアイス、これ出してほしい。ああ、なるほどね、うん、クッキー好きとしては。ロッテとモーリさんとコラボしたぐらいだからね、もしかしたらあさりちゃんの声が反映されるかもしれないからちょっと声に出しとくって大事だから、うんうん、ロッテさん、ぜひ
チョコとクッキーを逆転したアイス、期間限定でもいいので出してください。お願いします。お願いします。大消費者の声です。確かにかなり消費してる。あのうちらが住んでる町の中で一番食ってる自信はある。うん、ってぐらい本当にこのアイスうちらよく食ってるから、うん、あのだからね、あの冒頭であれだけの熱量で喋ってる浅江ちゃんがなかなかないでしょ。基本的にうちらの動画ってまあ俺が結構こう商品の紹介とかをして、まあ浅江ちゃんがまあこうちょっとこうリアクションしたりとかっていう形式多いけど、こんなに商品を紹介して喋る浅江ちゃん見れないでしょ。浅江ちゃんファンよかったね。レアな浅江ちゃん見れたでしょ。はい、ということで今回はですね、まあもう本当にこれで最後にしてほしい、チーカーとロッテの、コラボ、今回アイスバージョンですね、うん、マグネットシート2種類ですね、うん、ご紹介させていただきました、うん、はい、この動画良かったな、浅江ちゃんアイス食べてる姿可愛いなと思った方はグッドボタンよろしくお願いいたします。あしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では毛利さんちでした。まったねー。バイバーイ。バイバーイ。ハフムシャ。よこせ。